6月21日水曜日後楽園ホール大会、西日本プロレス初の東京上陸、千里の道も一歩から、私ども西日本プロレスはシューティングスタイルレスリングあり、ルチャリブレあり、プロレスあり、デスマッチありのバラエティに富んだ試合をお見せいたします。ぜひご覧になっていただいて、私ども西日本プロレスを、愛していただくようよろしくお願いいたします。久しぶりですね。2年ぶりの復活です。どうですか後楽園ホール。いやもう後楽園で試合するのは3年ぶりなんですよ。もうファンがどういう反応を示すか、まあ、今回正念場ですから、前回みたいな3年前のような試合は絶対しません。どうしてらしたんですか。いやまあサラリーマンやってまして、やっぱり夢がね捨てきれないですし納得いかないんでまた戻ってきました。今日はメインイベントでまたデスマッチということで、試合を控えているわけなんですけれども、この試合に関してはどんなこと。そうです、デスマッチ、まあ、今までいろいろやってきましたんで自信もありますし、まあ、今日フォーデスミンですか、まあ、彼を地獄に落としますんでデスマッチ、まあ、どんな試合でも全然関係ないです自分には。まあ、ちょっと今日は変わったデスマッチというかね、パターをみたいな使ってみたいなことになっていると思うんですけれども。そうですね、まあどんなルールでも一緒ですよ、喧嘩ですから。まあ絶対今日は勝ちますよ。じゃあこれからファイト的にはまあ喧嘩というかそういう激しいものを。そうですね、もう喧嘩の延長みたいな形でどんどんデスマッチでも、まあ、ストリートファイトでも何でもいいですよ。自分はもう客に納得してもらうまでやるだけです。西日本プロレスのエース的な感じ、エースを狙うというかね、そういう感じになっていくんじゃないかと思うんですけど、そうですね、西日本プロレス自体はどうですか。そうですね、まあ自分はじめみんなが、ね、誰がトップに出ても、ね、いい団体ですから、客に納得してもらったものがトップを張れるというそういう団体ですからね。自分ももう今日メインなんで、ね、ファンに納得してもらうまで頑張ります。パンフレットによるとあのターゲットに懐かしいというか、あそうなんですよ、名前が見たんですが。そうなんですよ、いや最終目標はずっとやられてましたんで絶対1回は取るぞと。だからこれでデスマッチでずっと勝っていって最後はミスターポーゴにどういうんですかね、引退の花道を自分がやるということですね。九州からやってきました田舎者の弱小団体でございますが、選手一人一人は精一杯ファイトしております。
本日は一試合一試合最後まで精一杯頑張り、皆様の記憶に残りをまた愛される団体になれるよう最後まで精一杯頑張りますので、ご声援どうぞよろしくお願いいたします。それではここで全選手入場式を行います。これ以上本当に本当にありがとうございます。昨年の12月に熊本で旗揚げいたしましたこの西日本プロレスが、やっとこの格闘技のメッカ聖地後楽園ホールに登場しましたことを、選手フロント一同皆様方に深く感謝しております。ありがとうございます。今日は選手全員一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、自分いつもやってる試合と変わらずに、まあ、基本に忠実なレスリングをやっていこうと思います。あとはその相手を叩き潰す、それだけです。選手は熊本ですし、そうです、東京っていうのはかなり意識があるんですか。そうですね、でも自分もともとユニオンプロレス出身ですし、それほどあの東京とか都会という意識はありませんね。どんなファイトをプロレスを目指したいですか。そうですね、一通りあのストロングスタイルもできて、ルチャーみたいに飛んだり跳ねたりもできて、オールラウンドプレイヤーを目指しています。今日第1試合ですけど、精一杯自分の持ってるだけの力を見せてますね。皆さん応援よろしくお願いします。どういう選手かちょっと詳しく分かんないんですけど、とりあえずもう勝って蹴って、もうバシバシになるわけです。
まあ、やるのは初めてなんでどういう選手かわからないんですけど、一応ヒールって聞いてるんで、まあまあ関係ないですね、まあ、やるだけで、まあ、飛びたいなと思ってます。西日本プロレスやるっていうことに関しては今回初めて出るんですけど、まあチャンスなんで頑張りたいと思います。Mi nombre es Guerrero Diablo. Hoy lucha Fujita, chinga, loco, pendejo. Yo el campeón. コラケンホールの試合も初めてですし、まあ、西日本の東京進出初ということで、まあ、一応第2試合として恥ずかしくないように一応頑張ってやるつもりでいます。ポール・オン・ドフだとかティリー・ファンク、テッド・デビアスとかです、ね、ダッチ・マントルとかああいったスタイルを目指してるんですけども、なんていうかやっぱりアメリカンスタイルのオーソドックスな、それで激しくいきたいと思います。はい、みんな西日本プロレス一丸となって頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。
も何回か出てるんですけど、まあ、西日本ということを今日初めてなので、だいぶいつもよりは緊張してますけど、まあ、いつも通りやります。西日本プロレスが来たということで、シューティングマッチというか、そういう形になるかと思うんですけど、今日ブラックホール選手と2人という感じなんですけど、これについてはいかがですか？まあね、あのブラックホールさんもあの柔道系で、だいぶあの本当に格闘技できるんでね、まあ、私はあの蹴っていくって感じで、まあ、2人でまあ投げと蹴りでね、どんどん押していきたいと思います。今日はあの後楽園初めてということで、全力ファイトで相手を本当あの殺すつもりで、思いっきり全力ファイトをしていきたいと思います。よろしくお願いします。シューティングはすごいな。ここで後楽園でいつも試合やってましたから、本当特別な思いがこの会場にあって、あのいろんなね青春みたいな思いでありますので、僕にとってもここは特別な場所だから、今日本当に過去の、ね、思い出に泥塗りたくないんで、そういうつもりでも一生懸命頑張りますけど、はい、もういつも秋山とはもう、ね、毎回毎回やってますし、やっぱりあのブラックホールの方がですか、こういうスタイルでもできるっていうことで、ちょっと侮れないような気がするんで、まあでもいつも通りやるだけですので、そうです。西日本プロレスがここでやるということだと、本当に初めてですからね、本当にまあ最初で最後かもしれませんから、まあ、一生懸命やります。木村さんもこの間のバリトゥードの試合に出たっていうのがすごく印象的なんですけど、はいはい、あの大会っていうのは体験してみていかがですか？いや、もう本当にフクソンすごい選手だなって感じですね。だからあれはあれで本当に自分のやりたいことだってたんで、こっちはこっちでまた別なことですから、実際肌を押した感じはどうだった？いや、もう本当に強さっていうよりも何でも知ってるって感じですよね。もう何戦もやってるから、もう本当にすごいって感じ。ヒクソンというとはバリトゥードに挑戦したいって話も、はい、言うんですが、もちろんね、そういうつもりでいるんですけども、なかなかね、あのそんなしがらみの中で、あの僕自身の今立場っていうのは難しい立場にありますんで、ただ最終的な目標はね、もちろん一人の格闘技家として、まあ、ヒクソングレーシーなりコイスグレーシーなり相手選手と戦いたいってあるんですけども、その前にとりあえずね、まあ、同じウェルター級の現のシューティングのチャンピオンである中井選手ですか、彼と決着つけるというか、まあ、彼を倒すのが先決だと思いますので、まあ、彼と戦う機会があって、彼に勝つことができたら次の段階として、まあ、グレイシーの挑戦というのを考えたいと思っています。本当に初めて、まあ、進出という形なんですけど、シューティングスタイルというので迫力という面を、まあ、一面に押し出して、精一杯試合しますので、応援の方よろしくお願いします。西日本プロレスとして初めての後楽園ホール、恥ずかしくないように一生懸命頑張ります。これからも関東地方進出目指してですね、みんな一生懸命頑張ってきますので、よろしくお願いします。
しょ、Fuck!
試合を終えて、まあ、すごい結末だったんですけど、手応え的にはどうだったですか？そうですね、まだ本当にこれからって感じだったんですけど、まあ、本当に、まあ、彼の名誉じゃないんですけど、本当あの覆面してますから、やっぱり視界があるわけですよね。だから盲点をついてたまたま入っちゃう、本当にラッキーキックだと思うんですよ。まあ、だからしょうがないと思うんですけど、でも本当にこれからって時なんで、また本当にこのメンバーで再戦すればもっともっと白熱した迫力のある試合が、やれると思いますので、本当に今日はもう残念でしょうがないです、はい。今考えている新しい技などはありますでしょうか？誘いられるのがあるからね、あの修行の佐渡市あたりがぜひファーキンシュタインでもやってみるなんて話があるから。だから皆さんどう思いますか？あのプロレスバグのファーキンシュタインなんてあんまり縁にならないでしょう。それじゃあね、約束しましょう。引退するまでに一回やりましょう。引退するまで一度氷負けですか？困ってもそれがね、もしかしたら私が不安定したいなったら、それが直接引退の引き金になっちゃうかもね。今一番戦いたい選手は誰ですかという質問です。一番戦いたいというかね、やっぱり一番重いのは長州力じゃないですか。これはね、急に真面目な話になるけど、彼がインディペンデントを散々しましたけど、まあ、彼と戦う機会があったら、インディペンデント、まあ、私は長州力と昔、同じリングの上で戦ったわけだけど、今確かに立場は違う。確かに彼は今メジャーで戦ってるかわからないし、私は、まあ、いわゆる所詮メジャー、インディペンデントの人間にはわからない。しかし私は彼と合間を見る機会があれば、必ずやインディペンデントの意地を彼に見せてあげることができるでしょう。これはここにおられる皆さんの前で約束します。長州力が受ける気持ちがあれば、私はいつでも新日本のリングに上がりましょう。はい、そうですね。
たいと思います。よろしくお願いします。よし、シュワーシュワーシュワー、本当にありがとうございます。今日は西日本プロレスの場です。今後とも西日本プロレスよろしくお願いいたします。プロレスの方、その方自分らは東京でやろうがどこでやろうが全力ファイトですけども、とにかく今日はもう島田さんとしかも心強いんで、いいファイトしてお客さん納得する されるような試合をしてですね、で、勝ちたいと思います。はい、後楽園のファンに認め、ね、西日本が認知されるように、足引っ張らないように僕がやるだけで、木村選手いいね、実も全力ファイトでやってるんですけども、後楽園初ということで、東京の方の人間とですね、九州の方の人間と、どういった方向性が違うのか、体質が違うというか、その辺のところはちょっと不安なんですけれども、とにかく今まで自分がこちらでやってきたことはいつも一生懸命やってるだけのことですので、ただ一生懸命やれば反応は自然に返ってくると思うんですけどもね、ただちょっと不安な部分っていうのは、やはり今まで九州の方でやってたっていうのが、ちょっと急に東京のど真ん中に来てやるっていうのはちょっと不安な部分であるだけなんですけど、とにかく今日は頑張りますんでよろしくお願いします。今日ね、島田、雪村、奥村、この3人と、うちらが畑中選手、菊澤選手、自分と6人タッグで使うんですけどね、うちの団体ってのはデスマッチあり、プロレスあり、ルチャあり、格闘技ありの団体の中でね、このプロレスっていうのがうちら思いっきりね、今日お客さん納得して、自分たちも納得してね、これが西日本プロレスだっていう試合をね見せますんで、よろしくお願いします。まあ富さんと一緒です。レスラーになって初めての後楽園大会なんで、足っぱないので頑張って精一杯やります。お願いします。ビデオのねお客さん、期待してください。頑張りますんでよろしくお願いします。
さあ、3年ぶりの復活なんで、まあ、昔みたいなファイトは絶対やりません。今回思い切っていきますんでよろしくお願いします。
Thank you.
体験金で選手から離れてください。体験金で選手から離れてください。これ90でどこでも行くぞ、お前。あいつを探してくれよ、お前。お前やる気あんのかよ。
そうですね、もう一回けじめをつける意味で、まあ終わりの、まあ終わりなのか始まりなのかちょっと分かんないですけども、もう一度そうですね、からね、この商売は。ただもう澤田選手と思い切りやっただけですよ。もう気持ちよかったです。もうプライムバスター食らってきてからね、分かんないんだよ何やられたか。気がついたらマイクで喋ってたもんね。いつでもああいうファイトしますよ。文句あるなら九州に来いっつって。これがノブシの戦いなんだからな。見てやつは急所に来い。